が、本日は城戸町ミュージアムから犬山市文化資料館の川本さん、そして松本さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは城戸町ミュージアムについてお聞きしてよろしいでしょうか。はい、城戸町ミュージアムは犬山城のふもとにある施設で、犬山市文化資料館と公益財団法人犬山城白堤文庫によって犬山の歴史や文化を紹介しています。毎年様々なテーマを設けながら季節の企画展を開催したり、歴史や文化について気軽に学べるワークショップを開催しています。今回は吉田初三郎が犬山にアトリエを構えてから100周年目にあたる年ということで、犬山城白堤文庫との共催で吉田初三郎来県100周年記念企画展犬山名所案内初三郎と観光を開催しています。ですが、この吉田初三郎さんという方はどういう方、そしてさらに来県とはどういうことでしょうか。はい、吉田初三郎は大正から昭和にかけて活躍した鳥観図を得意とした絵師です。当時商業画家としてもとても人気がありました。日本全国の鳥観図を描いていて、各地の観光パンフレットなどに、されています。それも含めて生涯で1600点の作品を手掛けたとされています。そして来県とは犬山に来ることを言うんですが、初三郎は大正12年に関東大震災で被災し、東京のアトリエを失いました。その頃に名鉄の前身であった名古屋電鉄の常務との縁があって、会社所有の祖港クラブを提供されて犬山にアトリエを構えています。この場所はクリスの氷室にありました。昭和3年にはそこからすぐ近くの100メートルくらい上流付近にある不老の滝があるのですが、その脇にアトリエを移して昭和11年まで10年以上にわたって犬山で活動をしていました。犬山を拠点にする初三郎の活動は彼の最盛期と言われていて、1200点もの作品を手掛けたとされています。ありがとうございます。今まあこのお話の中で挙がった鳥観図というのは一体どのようなものになるんでしょうか。鳥観図というのは空を飛ぶ鳥の視点から地上を描いた図のことを言います。山や河川などの地形やランドマークを捉えやすいのが特徴です。初三郎の鳥観図は特に特徴的なのですけれども、全体の景色を1枚の絵に収められるように、中心になるものから両端を湾曲させるようデフォルメされています。それがまるで魚眼レンズで覗いたような構図になっていて、その絵がですね、鮮やかな色彩で名所や鉄道路線が描かれていた鳥観図なので、その独特さから初三郎式鳥観図と呼ばれて、人気を博しました。これが、全国各地の観光パンフレットに取り入れられています。ここ犬山を描いた鳥観図付きの観光パンフレットも数多く作られていて、そうした資料を見比べるとすごいスピードで進められた当時の犬山の活発な観光開発のにぎわいと目まぐるしく変化する街並みを感じることができます。ありがとうございます。そんなこう観光のね、開発のこうスピード感というのも感じることができるということでね、企画展犬山名所案内初三郎と観光というのは、この初三郎が活躍した大正から昭和の犬山観光を紹介しているということですね。はい、クリスにアトリエを構えた初三郎は美濃加茂から犬山にかけての木曽川中流域にある日本ラインの景色を大いに気に入ったことから、犬山の観光開発にも力を注ぎました。最初に日本ラインが全国的に有名になったきっかけなんですけれども、これは昭和2年に東京と大阪の新聞社が主催した国内の新たな観光名所である日本新百景を決めるイベントです。河川、山岳、渓谷、瀑布、平原、温泉、湖沼、海岸の8つの部門からそれぞれ第1位を決めるんですけれども、木曽川はその河川部門に選ばれました。この選定イベントなんですけれども、これは投票制で行われていたのですけれども、各部門でどこが1位を獲得するか日本国中がすごく注目していました。日本ライン観光が進むきっかけとなったこのイベントは初三郎もすごく力を注いでいました。例えばですね、初三郎はこの日本ライン観光をプロデュースする側面もあったんですけれども、
別の地域の長官図パンフレットで、見えないような距離の地域であっても図の中には日本ラインという文字を入れています。これは日本ラインの文字が人々の目に多く触れることで印象付ける広告効果を図っています。その成果もあり、全国から鉄道を利用した観光客がたくさん犬山に来ていました。当時の犬山観光といえばお城や城下町というよりも日本ライン観光がメインでした。なるほど。ということはこの今の木曽川遊歩道あたりなんですかね。まあ、そういえば昔はライン下りなんかもありましたよね。はい、ライン下りもあったんですけれども、当時犬山で推奨されていたのが実はライン上りだったりもして、そういった今と昔昭和初期の頃の犬山を比較するのも楽しい企画展となっています。それは置いといて、今回の名所としては名鉄の観光施設で昭和初期の犬山観光の人気スポットだった犬山遊園地の紹介や、初三郎のアトリエがあったクリスの津川山神や不老の滝付近、そして初三郎が創建に大きく関わった桃太郎神社なども紹介しています。ありがとうございます。桃太郎神社の創建なんて気になるわけですね。はい、桃太郎神社は、今でも犬山ではとてもユニークな観光名所として、たくさんの方々が訪れている神社なんですけれども、実は桃太郎神社は昭和5年に創建されています。桃太郎好きの吉田初三郎が日本ラインの地形や桃太郎に関連したような地名に注目し、クリスの人々と日本ラインの観光開発を発展させようと仕掛けたものでもあったんです。そのあたりのことも企画展で紹介していますよ。なるほど、なかなか興味深い企画展ですが、ズバリですね、今回の企画展の目玉は何なんでしょうか。はい、今回の、展示の目玉なんですけれども、これは吉田初三郎の肉筆画です。一つはですね、犬山の春、祖先の秋という6曲一層の屏風です。縦1メートル55センチ、横3メートル47センチの屏風に、鵜沼川から見た日本ラインが見事に描かれています。今回公益財団法人犬山城白堤文庫により初めての公開となります。そしてもう一つはですね、津川山図という長官図の肉筆画です。クリスの津川山の麓にアトリエを構えていた吉田初三郎が、寂光院の聖徳殿という建物の竣工のお祝いに送ったものです。額を含めると、大きさが4メートルにもなる大作なんですけれども、これが間近で見られる機会はなかなかありません。もう肉筆画っていうのはそもそも原画のことですよね。はい、そうです。多くの作品を残した吉田初三郎ですが、現在も残っているものはほとんど印刷された、パンフレットとかそういった刊行物が多いんですけれども、なので肉筆画っていうのが全国でもそれほど多くはないんです。なので、これほどの大作をね、至近距離で見られるという結構、なかなかない機会ではありますので、この機会にぜひご覧ください。改めて本日は犬山市文化資料館の川本さん、そして松本さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。